チャンネルさあ今回緊急の動画ですねもう明日生放送なので出すことできませんので、えー、今出しちゃいたいと思いますねそうですね重要なお知らせ福島県沖地震による被災地域の受験生への対応についてとですね早稲田大学から緊急でお知らせが出てきましてなんと 共通テストの成績だけで OK にするっていう措置を取るということなんでちょっと詳しく見ていきますねどういうことなのか、えー、早稲田大学では2月13日土曜に発生した福島県沖地震の影響による一般選抜を欠席せざるを得なかった方を対象に特例措置災害対応を設けますと特例措置災害対応においては 東北地方の鉄道への影響等を考慮し、大学入学共通テストの成績を用いて合否判定を行うこととし、大学に来場しての成績は不要とします。概要は以下の通りです。なお、空路、在来線等の大会手段により、一般選抜当日に本学へ来場して受験できる方は、可動な限り当日の受験をお願いいたします。うーん。どうやって判断するんですかね、これね。どうやってこれ大丈夫だ、ダメだ。 っていうふうになるんでしょうかちょっとその辺のことは分からないんですが、えー、実施する学部2月15日月曜以降に一般選抜を行う全ての学部なるほどということはもうすでに終わっているところは駄目ってことですね文化構想とかで生計法学部教育省社学文学部理工人科スポカットまあ、ほとんどになるわけですねなるほどもう今来れないっていうことですもんね で、それの復旧の見込みがない人ってことなんですかね。え、対象者以下のいずれにも該当する方、東北地方6県、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、在住者、出願時に登録いただいた住所で判断しますあ。なるほどね、今から変えることはできないわけですね。え当たり前ですよね。で、東北新幹線の普通等により、一般選抜当日に本学へ来場して受験することができなかったもの、当日に1科目でも受験した場合、対象外となります。 あーなるほど、もう1つでも受けちゃったらダメですよ、1個も受けないで、もう本当に共通テストだけってことですよね。入学検定料、特例措置、災害対応の申請にあたり、入学検定料を新たに支払う必要はありません、はい支払いはいらないってことですね。 で申請方法は、えー、申請期日も書いてますね。こちらの文章に記載の注意事項を確認の上、申請フォームから手続きするとともに、必要書類を郵送で早稲田大学へ送付してください。郵送するんだ、うん。新幹線は乗れないけども、うん、郵送、そういうことか。申し込み期間は2月15日月曜から、月曜、今日ですね。それの14時から2月24日。 水曜日の23時59分、うん、結構ありますね社学の時までってことなお必要な大学入学共通テストの科目の成績を提出できない方は特例措置の適用を受けることができませんその場合対象学部の一般選抜に出願した際の入学検定料を返還しますので返還の申請方法を上記文書でご確認くださいということですね 取材申し込みフォームとかも載ってるその下に問い合わせ先とえでは、まあ、その文章を見てみましょうかどういった内容なのか見ていきたいと思いますね福 <music> 島県沖地震の影響による東北新幹線普通のため早稲田大学2021年度一般入試を欠席せざるをえなかった受験生への特例措置についてと早稲田大学2月13日にやったと、まあ、さっきと同じようなことが書いてありますねでどういった形でやるのかが気になりますよねその 一般選抜の先田基地、大学入学共通テストの出願を呼び、受験をしていたことが必要。まあ、これは当然ですね。で、さっきありましたね、試験日とか、検定料とかありました。専用フォーム、また以下の URL 別のところに飛ぶんですねい。いっぱい飛びますね。でも、それはやっぱりね、どういう科目になるのかっていうのがすごく気になるので、そこを見たいところですよね。どうなってんじゃない総合問題とかになってる教科とかはどうなんの表とか。 出てくるのかなあった。それぞれの、はい、出て、出ました。えー、政治経済学部が、国語25、数学25、外国語25、で、選択科目25点という形になりますね。まあ、新たな総合問題的なものだったのに、こうなるのか。法学部、外国語200点、国語200点、地歴100点。いやー、だいぶ簡単になるでしょ、法学部がこれだとうわ、全然違うじゃん。 共通テスト利用に完全になってるって感じですよね。ええー、難易度が全然違うんだけど。教育学部、えー、文化系 A 方式の場合、50点、50点、50点。あ、ドイツ語、フランス語でもいいんだ。英米の人は英語。いやー、立科系は理科、数学と理科。ええー、スイッチ A、2B でいいのええー、小学部。 外国語200点。あ、中国語、韓国語を使える。国語200点。うん。知歴公民100点。次数学型200、200、200。四技能型200、200。なんか消されてるなんだこれ。特例措置において四技能テストにやるスコア、スコア加点はありません。 社学、社学、外国語50、40、40。いやー、あの社学の超むず問題と共通テストが同じになる。うわー。文学部、200、200、100。4技能使ってる人は国語200の知歴100。共通テストを出願していた方、200、200、100と。理工200、200、200、200か全部。理工が日本一英語難しいんですけどね、それが共通テストになる。えー。人格50、50、50。50 505050 50 50 50だね。スポカ100100 100。はぁーいやー、これをどう戦わせるわけ一般の受けた人と。どうやってやるのこれを。一体、えー、あのクソ難しい問題たちを受験した人と、どうやって戦わせるんですか何点取ればいいのまあ、当然、これに対象になる人はそんなにいないとは思うんですけど、かといって、どうやって。 で、あの難しいテストと比べるのかはちょっと想像ができないですね。もうち、早稲田合格塾スポンサーですから、平先生に聞いてみますかね。<music> ここについて古文、漢文は含まれますかはい、含まれます。ああ、だ、現代文だけじゃダメだよってことですね。英語のリーディングとリスニングはどのような換算をされますか 当初の配点100プラス100、リーディングとリスニング100点100点をそれぞれの学部における英語の配点に換算し,換算します。つまりリーディングとリスニングは1対1の配点となります。うん、なるほどな。200点満点みたいなのになってそれが換算されると英語に。6ページ以降の別紙において、 大学入学共通テストにおいて利用する科目は一般選抜出願時の科目と同一のものとしますとはどういう意味ですか法学部において特例措置を受けることを希望しています。当初は英語、国語、日本史で出願していましたその場合英語と国語と日本史 B で判定すると。日本史 B は共通テストにおけるいわゆる第二回答科目であっても問題ありません。なるほど。当初の1月20日までの出願において成績、成績請求書を出提出していませんが特例措置を受けられますか 申請の際に改めて成績、請求書を提出していただけます。詳細は常述の申請フォーム。まあ、フォームで出せばいいとことですね。ちょっとよくわからないんですが、皆さん、はい、どう思いますか。ということで、今回、緊急に取りました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for びっくり。